二塁、主審二塁、お互い二塁、ツーツー。判定の結果引き分けです。2分間の延長戦を行います。2 minutes extension。判定取ります。判定。引き分け1。
赤正面にレイ。判定結果4対0をもちまして赤ジョルト・バルグ選手の優勢勝ちです。